女優の平手友梨奈が18日、公式ツイッター、アットマークイン、アンダーバー、ユリナ平手、と公式インスタグラム、アットマークイン、アンダーバー、ユリナ平手、を開設した。平手友梨奈、公式 SNS 開設、ウェルカムトゥーシャープユリナ、アンダーバー、平手オフィシャルツイッター、シャープユリナ、アンダーバー、平手オフィシャルインスタグラムオープン、というメッセージとともに、それぞれの SNS を開設した平手。インスタグラムの投稿では、花のような写真を連続して公開した。6月25日に22歳の誕生日を迎えた際には、公式ファンダムプラットフォーム、ウェバースにてバースデー記念フォトが公開されており、平手の近影に注目が集まっていた。今回も、ネット上では、ユリナちゃんの SNS 待ってた、嬉しすぎる、今日は最高の日だ、手地の写真たくさん見たいなどと歓喜の声が続々と寄せられている。平手は2001年6月25日生まれ、愛知県出身。デビューから8作連続で、欅坂46のセンターを務め、2020年1月に脱退を発表。個人名義としては2020年にデジタルシングル、ダンスの理由、2021年、かけがえのない世界、を配信リリース。2021年にはドラマ、ドラゴン桜、TBSK、をはじめ、映画、三角窓の外側は夜、映画、ザ・ファブル殺さない殺し屋、など女優としても活躍の場を広げるほか、パリコレクションのオープニング映像に参加しモデルとしても注目。2022年には、ドラマ、六本木クラス、テレビ朝日系、での役柄が話題に。同年12月に BTS やジャスティン・ビーバーなど、人気アーティストが多数所属する大手芸能事務所、HYBE への移籍を電撃発表した。